大阪市市内にあります今宮恵比寿さんが毎年「ほえかゴというものを出しましてここに芸者さんとかその年その年の前の年に話題になった人に乗ってもらってパレードを行いますね。はい、でこの先日1月10日の今宮恵比寿のパレード「ほえかゴのパレードで一番人気読んだのはシャーロット・ケイト・ホックさんです。はい、テレビででご覧になったでしょういや 白のオーバーコートに目を包んでね、うん、薄青いマフラーを巻いてね、えー、にこやかにホえかごに乗っておりまして、はいす,ね、すると沿道をうずめたたくさんの人々から「エリーさんエリーさん」さんという声が盛んに飛んだ、うん、で彼女はニコニコと明るい笑顔でね、はい、手を振っておりましたが実は「レイディースポーツ」によりますとシャーロット・ケイト・ホックスさんは今のドラマ「マッサン」は3月で放送終わりますね。うん でそれからアメリカへ帰る、はい、お母さんお父さんご両親とお婿さん、はい、彼女結婚してますからね、うん、お婿さんが待っているアメリカへ帰るかというとかなり。 半分マジでね、はい、真面目な調子でシャーロット・ケイト・フォックスさんが言いました、マスコミの質問、3月に放送終了いたしますと。放送が3月で終わるなら、撮影はもっと前に終わってますね。はいそうで、すねでそれからシャーロット・ケイト・フォックスさんは、エリーさんの役を解き放たれてどうしますかという質問にね、はい、うわどううされるんでしょう半分真面目な調子でね、はい、このまんま日本に残りたいと。 えー、そうして日本で芸能活動をやりたいとこう言わはったそうです。で今年はね1月早々かなお母さん来はったそうです。あそうなんですね。う娘は日本でどんな仕事をしておるのかと、えー、まあお母さん心配でね、はい、アメリカから飛んできはったそうですがねそうですかあの私 この仕事を続けられるようにしたいずっと日本にいられるようになればいい、はい、それが幸せです」と言うた、ん、とねシャーロット・ケイト・ホックスさんが日本語で付け加えました「うん、多分お母さん怒ってるでしょ <laughs> <laughs> お母さんはアメリカに帰ってきてほしいと思ってはるでしょうね」っ両親それて。えー、で果たしてどうなるかは分かりませんけど「東海エビスってどう思いますか?」という質問が出たんです、はい 何にも知らなかったってアメリカ人ですからね, <laughs> ねアメリカにいて、えー、関西のトウカビスって全然知らない分からなかったと笑いながら言いましてね <laughs> <ん>すごく素晴らしかった特に子供たちの笑顔がね <laughs> 私にとってはもうとても嬉しかったと語りましたで彼女はねマッサの今の仕事が終わったら。 アメリカへ帰るのか、はい、それとも本人の希望に従って日本に残って仕事をするのか、はい、デイブ・スペクターさんアメリカの放送プロデューサーデイブさんはね、はい、全く反対ですね反対。日本に残ることは反対です,か反対です、ね、私もね実は まあ内心反対の気持ちなんでですすどうしてですか、ね、その理由を言う前にね、はい、シャーロット・ケイト・ホックスさんどういう女優さんかもう私はこの人テレビ見ていて憧れてね、はい、先日の12月10 14 16日でしたっけ NHK の「我が心のメロディー」で同じ番組出ましたからねうもうとにかくポーとなって見てたんですけど。<laughs> <laughs> あの実は1985年の8月14日アメリカのニューメキシコの生まれだそうですうでアメリカのニューメキシコ言うてもねササリンも美咲ちゃんも彩ちゃんも「<laughs> へえなんやそれがどないしたい」ってなもんです <laughs> ところが映画の好きな人にはたまらない<え>西部劇の神様と言われたジョン・フォード監督の名作中の名作「駅馬車」あれがね アリゾナのトントからニューメキシコへ向かって、はい、たくさんのお客さん乗せて走るんですでニューメキシコという名前がこびりついておりましたあ駅馬車」という映画の中で出てきたなと<ー>もう特に西部劇の好きな人特にジョン・フォード監督この監督の作品が死ぬほど好きな人は、ね「はい、はっここの生まれか」おて。 きっと駅馬車に乗って日本へ来たはずやで,てでそんなことはない <laughs> それはないでしょう、ね、思いたいくらいです <laughs> でね、なぜか子供時代家にテレビがなかったそうです、えー、で、よほど貧しかったのかとそうではないですね大学二つ行ってますからねあそうですかまあお家の方針やったんじゃないますか<ー>子供にテレビは見せない妖怪ウォッチも見せない 妖怪ウォッチははアメリカではやってなないいかもしれやってたとしても,しても見せないと<ー>サザエさんも見せないと、はい、そういう教育方針やったんじゃないかと思うんです <laughs> んで子供の頃は家にテレビなかった <laughs>、はい、しかしサンタフェ大学でダンスを学んでノーザンイリノイ大学で演劇を勉強した 2>, <ー>2つの大学行ってるんですから貧しいお家では な、ね、なかったような感じですね、うん、でそうしてダンスやお芝居を勉強しながらお芝居の舞台に立ったりミュージカルの舞台に立ったり、はい、それから独立系のインディーズ系の映画に出たりですね<ー>これは大手の会社の資本で作る映画じゃないですね本当に映画の好きな人が自分の撮りたい映画自分の主張したい そのテーマを盛り込んだ映画を撮る、はい、これ独立系の映画って言いますねインディーズと言いますがそれに出たりしておりましたが2014年日本へ初めて来た時は意外ですよこれも理由がわからない初めて日本へ来た時何やったと思いますな何やった金髪ではなかったえー、金髪ではなかったんですか、はあ,あそうですかじゃあな黒髪やったんですかやった どうなんでしょうね。銀髪いもじゃないね。うん、それかもそで、ね、ちょっとね黒っぽかった気がしますね。そうですか。<ー>そこであのマッサンに出ましてエリーの役で出まして、はい、人気人気大人気ですね。彼女はねいきなり指名されてきたわけじゃないですねオーディションですよ。うん、何百人という人々を。 アメリカでオーディションしてシャーロットケイトホックさん決めたんですからね。アメリカでオーディションしてたんですか。それはも何百人も日本を四分けにしたでしょ。ああそれもそうですね。で身長167センチ。はい。ササリンとどっちが高いんですか。私の方が1センチ高いです。身長では勝った。君の君のことやろ。大阪のシャーロットケイトホックさん呼ばれるのはあそう。へえアメリカに勝ったが戦争ではわけだけど。 そうですかそこで「問題 <laughs> このでででもなんでもないですよ、はい、シャーロット・ケイト・ホックさんは『マッサン』というテレビドラマを撮っております」うん、と周りの人役者さんそれからスタッフから何と呼ばれてますか なんん呼ばれてるんでしょうシャーロット・ケイト・ホックスさんって長いんですよね、えー、日本の人の発音するにしてはいちいち「ちょっとシャーロット・ケイト・ホックスさんいよいよ出番ですよシャーロット・ケイト・ホックスさん <laughs> お疲れ様でしたシャーロット・ケイト・ホックスさん今日お昼は何にしますか?」そんなをいちいち言わないでなん、えー、と呼ばれてるでしょうか「<ー>佐々木律子でさえササリン」と短く言われております、はい、彼女は何と呼ばれてるんでしょうかこれは日韓スポーツに書いてあります ん、ん、なんでしょう。なんでしょう。えー、けいとちゃん。あ、可愛い,いですね。うん、でも、そうじゃない。違いますか。やっぱり、関西風の呼び方です。関西風。正解は、シャロヤン。<笑><笑>本当ですか。シャロヤンですか。シャロヤン。ちょっと親近感が湧きますね。<laughs> そうですね。やっぱり、東京では、なこと言わない。 東京ならシャロちゃんでしょ。シャロちゃん。大阪からちょっとシャロヤン、昼何食いに行くねんってなもんです。ええー、<ー>そうですか。あシャロヤン、今の芝居良かったよってなもんでね。<ー>周りからシャロヤンって言われてるんで, <laughs> で、シャロヤンは昨日秋のやない、十日十日エビスで、えー、あのあきえ一昨日ですね。おとといですね。ポリカゴに乗ってね、もうプリンセスになったような気分ですって言うてね、このまま日本に残って仕事したいと言いましたが。はい アメリカのテレビプロデューサーデーブ・スペクターさんはね、真っ向から反対ですね。<ー>私も実はね、デーブ・スペクターさんの意見を読むまでもなく反対なんです。はいえー、なぜかというとね、<や>今、シャロヤンはね、はい、ものすごくちやほやされてます。 うそうでしょ人気者ですよね。大人気者になりました。ねはい、で、マッサンというね、テレビドラマの人気もね、まあいろいろと原因ありますが、そのうちの一つはシャロヤンの存在でしょ。でもうものすごくそれこそプリンセスみたいな扱いです。はい、で、どこへ行ってもそうかというと果たしてどうでしょう。<ー>そうでもないでしょう。もうマッサン終わってしまったらね、はい、シャロヤンの人気が どこまで続くかということを私は心配するわけなんです。うん、相変わらずこの人気がずっと続いていけば非常に結構です。そうあってほしいと思いますがね、うん、そういう保証はないですね。そうですね。まっさん終わってしまえばもう話題は途切れるわけですから。うん、で、デイブ・スペクターさんが言うのはね、こういう意見なんです。まず日本においてね、はい、外国人女優が必要とされるドラマはね、ほとんどないてね。 あこれれかから増えるかもしれないですけどね、まあ、シャーロット・ケイト・ホックスさんの実績を見てですねこれから増えるかもしれないけど今まではほとんど泣いてねうそうしてねあのたとえそういう仕事がたまにあって出てもねギャラ安いってね<ー>出演料安いってそしてねランクが下がる格が下がると今まで NHK の朝の連続テレビ小説に主演していたシャロヤンがね、はい バラエティ番組なんかに出てねチャラチャラすると格が下がるやないかと。でもう早くスーッと画面を横切るだけ舞台を通るだけの役早く「橋役」と書いて「早く」と言いますねんそんなもんシャーロット・ケイト・ホックさんは今までの実績から見てそんなつまらない役やってはいけない、はい、そんなもん引き受けるべきではないとうんスペクターさんその通りですねそれはその通りです。はいで あのバラエティ番組に出るとすればどれほどおバカになれるかですあ,<ー>あの人のキャラ性格キャラクターから言うとおバカになりにくいのんちゃうかとうで日本でおバカキャラと言われる若いタレントたちも命は芸能界の命は短かったですねう、えー、そういうことを考えるとね NHK の朝のドラマというと世界的に評判が高い。あそうなんですか。これに主演した、そうして人気をぐんと高めた、その実績を持って、うん、ここ故郷って、故国ですね、アメリカに帰り、アメリカだけゃない、イギリスでも行ってね、うん、これからの仕事にチャレンジしてほしいと。マッサンに主演した、シャーロット・ケイト・ホックスという実績を引き下げて、はいはい、故国、アメリカへ帰って、その実績に、 見合うだけのの値打ちのある仕事して欲してい、ええ、スペクターさんの意見ですこれ、ねね。私もねあのそうじゃないかと思いますのは今は本当にもう,宝石のようにチヤホで1から10まで変わってくれるカバーしてくれる足りない分日本語も演技もカバーしてくれますがねもうこの仕事終わって別の仕事に入ったら。 どうでしょうねう。私は日本でこれからもいろんなと、うん、ドラマとか映画とかに出てほしいのと思いますけどね。ねもうまっさんのエリーの色が濃くつきすぎてるでしょ。はい、半年間毎朝毎朝ですもん。あそうですね。そうでしょう。するとまあ善治平次のドラマに出てもやね。<laughs> <laughs> あのエリーやってどこ行っても言われますよ。ああ、そうか。ですからここはもう。ええー。 ドラマ終わると同時にシュッと評判だけ後に残してお土産として置き土産ですね、ええ、評判だけ置き土産としてシュッとアメリカへ帰った方が賢明ではないか<ー>第一ご両親もお婿さんも待ってあるんですもんそうですね日本に残るとしたらお婿さん呼ぶかこっち、うん、そうでしょそれもいいですね、うん <laughs> やっぱりなんか寂しい気もしますよね、<laughs> アメリカに帰っちゃうと。うん、そりゃそうですね。ああ寂しいな、もっといてほしかったなという。そう、余韻を残してね。えー、ああ、そうですね。ちょっとアメリカへ帰った方が。綺麗やな、<laughs> この後プラスや、ないかいなと思うんです。はい、もっとも芸能界の出来事ってね、予想、予測つきにくいですからね。ねなんとも言えませんが、なんとなくそんな気がします、ね。